どうも、川口在住、日本人です。キムです。皆さん、こんにちは。なんだか今日私、社会人風コーディネートです。35億。みたいなね、あんまり言う必要もないし、わざわざね、言うことじゃなかったから言ってなかったんですけど、実は私、川口市に住んでまして、最近やばいじゃないですか。川口市が特に。でね、なんかもう、原住民からしたらさ、もう乗せたいこといっぱいあんのよ。もうこの際言っちゃおうみたいな。治安悪いし、誰も近づいてこねえだろうみたいな感じで、動画にします。でね、身内の人にはやっぱ川口市に住んでるっていうこと言ってるからさ、すごい川口市で何か事件が起きると、私のところにいつも LINE が飛んできて、またやってるね、みたいな。また川口、すごいことやってますね、みたいな。すごい報告、なんか私、川口市長ですかみたいな。わざわざ私に報告が来るんだよ、川口で何かが起きると。なんかもう、この動画では、私が実際に川口市に住んでて、クルド人のね、人たちばっかりがすごいフォーカス当たってると思うんですけど、私からしたらね、クルド人の人よりね、怖いものいっぱいあるんですよ、川口。そういうのってさ、住んでなかったらわかんないじゃない。だから、私が、あんたたち教えてやるよ、川口の本当の怖いところを、あんたたちに。って感じで。まあ、今回の動画の内容は、本当は怖い、川口市、ランキング、ベスト3です。まあ、もちろん、クルド人の人もね、怖いですよ。私からしたら。なんか、正直普通にいます。そこら辺に。住んでる、めちゃくちゃ。まあ、クルド人エピソード、まずクルド人エピソードで言うと、田舎のコンビニの駐車場ってめっちゃ広いからさ、溜まりやすいんだよね、ヤンキーとか。で、もちろんクルド人の人も溜まってるんですよね。そうなってくるとね、ちょっとめかし込んで、こういう感じで、トコトコ、コンビニに行くと、クルド人の人とかに、お姉ちゃん、かわいいね。お姉さんみたいな感じで話しかけてくるの、すごい。うわー、怖ーって思いながら帰ってるんですけど、あの人たちの不思議なところがね、なんか私が風呂上がりで、すっぴんでジャージとかで、これタオルとかぶら下げて行くと声かけてこないんですよ。なんなの一体。なんかムカつく。別に声かけられたいわけじゃないんだけど、なんかムカつかない？すっぴんの時に尻が開かないみたいなのとかでもさ、感じますけど、すっぴんの状態だと、興味持たないんだっていうか、ちゃんとなんか女だから誰でもかしこも声かけてるわけじゃなくて、あ、ちゃんとなんかめかし込んでる人が好きなんだなっていうのを思ったりとか、あとなんかもうたまに夜とかにコンビニ行ったりすると、コンビニの前がクラブみたいになってるんですよ。嘘かと思うでしょ、これ。本当だからね。一回あったんだよね。夜12時ぐらいかな、コンビニ行った時に、なんかもうクラブでしか聞いたことないような EDM聞こえてきて、で、何みたいな思ったら、駐車場の縁石あそこに座って、なんかすっげえなんかどこに売ってんのみたいな、なんか多分テムとかで買った光るミラーボール付きスピーカーみたいな。セブンイレブンの前とかで、もうこんなんもう、ギュエンみたいなのやって、片手に酒飲みながら宴してるみたいな。夏になると外にいるんだよね。多分自分たちの住んでた気候を思い出すんだろうね。まあ、あともう、木造アパートの中でもクラブやってるんですよ。なんかその、犬の散歩とか行くと、一箇所だけ、ミラーボール焚いてますみたいな。チッシュシュってやったら、聞こえるぐらいのレベルの木造アパート。おそらく、夜な夜ななんか、クラブパーティーみたいなのが開かれてて。私が上の階とか、横の部屋の人間だったら、本当に頭悩ますぐらいのレベルの EDM パーティーを開いてたりとか、してるのは見かけたことありますね。まあでもそんな感じで、まあクルド人の人も川口で暴れてはいるんですけど、私の周りでもね。そんなね、クルド人で話題になってる川口市なんですけど、もっと怖いもあるよ、川口は。っていうのを今回教えますよ、皆さん。じゃあね、もう早速、本当は怖い川口ランキング第3位。夜は高速道路になる一般道。これどういうことかっていうと、私がじゃあ犬の散歩とかしますよね、夜に。まあ、犬飼ってないんですけど。親友がいて、親友が犬飼ってるんですよ。親友の家族が。それをたまに借りて散歩したりとかしてるんですけど、趣味で犬の散歩してるんですけど、そしたらなんかすげえ勢いで車が、うーん、みたいな。なんかもう、もはや高速道路とかじゃなくて、なんかレース場ですかみたいな。多分私測ったことはないけど、100は出てる。多分30キロとかでしか走っちゃいけないような行動を、夜10時とかになると、もう高速道路化してますね。友達もよく、あれは絶対100行ってたよねとか、ここって高速道路でしたっけみたいな会話をよく、もう毎日、もうよくするレベルで、えげつない速度で、
もう車が走ってます。なんか本当に川口だけ法律がないのかなってたまに思います。なんで、まあ、ちょっとこれ普通にね、犬の散歩とかしてると怖いですよ。だって友達の大事な犬を預かって散歩してってさ、ワンチャン逃げるかもしんないじゃん、犬だけに。いやー、そんな今言うべき場所じゃないって、そんなワンチャンとか言って、違う。まあ普通に、なんかもしかしたらさ、何かの拍子でさ、あーみたいな感じでさ、逃げる可能性ってあるじゃない。でもさ、そういう時にじゃあ犬が突然道路とかにバーンって飛び出していったら、想像したくもないようなことがさ起きるじゃない。そうなったらきついよね、なんかとか思うから、高速道路じゃないですよっていうのを言いたいです、私は。はい、ということで第2位の発表です。夜になると響き渡るバイクのコール。さっきも田舎の駐車場って広いからヤンキー溜まるって言ったじゃないですか。多分そういうコンビニに溜まってるヤンキーがまた10時ぐらいになると活発化するんだよね。ここら辺を尻尾がこうやって上がってる、ペンチでこうやって曲げたんかなみたいな、なんかもうなんかこう曲がってるね、なんか謎のバイクに乗ってぐる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 回るんですけど、まあそれだけならまあ別に勝手にやっててもまあどうでもいいんだけどさ、鳴らすんだよね。バンバカバンバンバンバカバンバンバンバカバン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 みたいな。普通にすごいって思う、でもあの技術は。たまたまそう、また犬の散歩してた時に、目の前通って、ちょっとその動画があるんで、ちょっとご覧ください。何の曲だろう。すごくないですか？うるさいし怖いよ、ヤンキー。でも、もはや、これに自分のさ、人生をかけてるって思うと、めちゃくちゃ面白いですよね。全部は想像するんですよ。じゃあヤンキーが、夜8時ぐらいになると多分、じゃあそわそわし始めて、よし今日も一発かましとろみたいな。一発かましとろ。俺ならできるみたいな感じで、多分家で今日もできるみたいな。で、自分で精神統一して、で、まぁ、9時ぐらいに友達に LINE して、で、そろそろ集まるよみたいな。で、集まって10時ぐらいにコンビニの駐車場で。で、そこからじゃあ、今回はちょっと俺が一番先に行かせてみたいな。で、なんか多分誰が一番うまいこと、この技術、鳴らせるかみたいな選手権やってると思うんですよ、私は。それでのこれでしょ。で、なんかもう、俺ならできる、やってるってことでしょ。すごいよね、もう、それって。なんか、あ、そんなに、その人生で熱中できることがあるのって、それ素晴らしいと思うんですよ。迷惑ですけど。逆にすごいなって最近思い始めて。普通にまあ、テクニックあると思いますよ。だからなんかもう、成城学園とかではさ、もしかしたら隣のさ、家からさ、バイオリンとかピアノの音聞こえてくるかもしれないよ。下手くそな。みたいなので、あ、見に行ってみたいな。なんかそれの、川口バージョンがバイクのコールなんじゃないかって私は思ってます。金持ちの地域はバイオリン、ピアノ。川口はバイクのコール。もう、そういうことなんで、きっと。極めるもの。バイクのコールです、川口は。スラム街なんで、ここら辺。はい。そんな感じで、ね、うるさいので、まあ、やめてもらえたら、まあ、一番嬉しいですけど、まあ、やるなら、やるで、有名な曲とかにしてほしい。あと、もっとさ、アイドルとかやってよ。めっちゃむずそうじゃん、アイドル。バイクのコール弾くの。みたいな。ちょっと、もう拍手すると思う、多分。え、アイドルやってるみたいな。え、バイクのコールでアイドルやってないわ、みたいな。バズるよ。やってください。なんか分からん曲じゃなくて、アイドルとかやってください。やるなら。そんな感じで、2位でした。はい。栄えある、本当は怖い川口ランキング、第1位は、後半。皆さん多分ね、画面の向こうでね、後半ってなんだって思ってると思うんですよ。私もね、最初はそうだったんですよ。後半っていうのは訪問販売の略なんですけど、なんか私も知らなくて。それも私がいつも犬散歩してる家の親友が教えてくれたんですけど、最近、後半っていう訪問販売の業者で、建築系なのかな？業者が家に来て、昼間とかにピンポンして、はいって出たら、なんかすいません、お宅の屋根が、なんかちょっと壊れてるみたいなんで、上がって修理していいですか？みたいなと言ってきたりとか、まあ、あとは、屋根の上に洋服とかシーツみたいなのが絡まってるので、取ってあげましょうか？みたいな文言で、とりあえず屋根の上に上がろうとするんですね。で、それで、あ、お願いします、みたいなことを言うと、もう、ひょうへん。脚立みたいなの乗っけて、屋根の上登って、下はもう最後。屋根の上に穴が開いてるなんて嘘で、本当は。本当は嘘で、自分たちで、こうやって足でこうやって。こ
こうやって足で蹴って屋根壊したりとか、とりあえず屋根壊して壊れてないやつをで壊れてますよみたいな感じで修理費をかっぱらうみたいな、そういう悪徳業者が横行してるっぽくて、昼間とかはさ、お父さんとかはさ、大体仕事に出かけちゃってるから、お母さんとかなんかおばあちゃんおじいちゃんみたいな、絶対に屋根に上がれないような人たちしか家に取り残されてないじゃないですか。だからそういう人たちが屋根に上がれない時間にわざわざ訪れて、登らせたか最後穴を屋根に開けて収益40万円とかめっちゃ騙し取るみたいな、そういう略して奉還っていうのが流行ってるらしくて、なんかその友達にプリウスの上にはしごを積んでる奴らは全員奉還だから気をつけた方がいいよって私忠告されたんですよ。でマジみたいな、でなんかうわ怖みたいな思って生活してたら、なんと今年の2月私クッキー焼いてたんですよ。その時可愛いでしょ。その時彼氏いたんで、その彼氏に道明寺クッキー作ったんですよ。道明寺クッキー作ってる時になんかピンポーンってなって、お、なんだって思って、誰だろうって思ってなんかインターホンかけてみたら、明らかに後半の人の見た目の人、もうだからあれでバイクのコールをやってた人が大人になりましたみたいな見た目の人がインターホンをしてきて、正直私クッキーの材料を買いに行く時点でなんかハス向かいの家にプリウスの上に脚立を乗せた人たちがいるなと思ってたんですよ。怪しいなと思って、しかも写真撮ってたよね。人うちに来たの、マジびっくりした。でそれで動画も撮ってて、動画こんな感じなんですけど、はい、すいません、はい、屋根の上に布団が引っかかってるんですけど、それだけお伝えしようと思ってきました。あ、大丈夫です。あの、布団が引っかかってるんで見てもらった方がいいと思います。布団そうなんです、あの、布団みたいなのが屋根の上のに絡まって引っかかってるんですよ。あ、ちょっと自分でどうにかするんで大丈夫です。あ、それでそうしてください。あの、伝えに来ただけなんです。なんか都市伝説だと思ってたのね。結構びっくりしたわ。後半が来るわけは。え、本当になんかもうなんか本当に噂で聞いたような文言って思って。真剣ゼミみたいな。もうちょっと怖かった。でも、それは。私、後半の王みたいな人のインスタ見たことあるんですよ。なんか地元の、その知り合いの指令が後半の王みたいな感じの人で、なんかその人がインスタかなんかにめっちゃなんかうさんくさい写真いっぱい載せてるんですね。ターバンカーの形式とかターバンでみんなで集まってご飯食べたりとか、うまそうな肉とかキャビアとか、ルイヴィトンとかね、ルイヴィトンとかね、めっちゃ載せたりとかしてて、それさ、あんたたちがさ、屋根登ってさ、屋根壊してさ、そのお金で手に入れてさ、住んでてさ、飯食ってさ、みたいな、美味しいのご飯とか思いながら見せたんだけど、まあそんな感じでね、いろいろ喋ってきたんですけど、まあ一番怖いのはね、やっぱ今のところ後半ですね、私は。だしなんかこれ全部繋がってて、まあ、夜になるとバイクのコールしてる人が多分きっと将来的に砲犯になるんだろうし、私なんかその砲犯が夜になると高速道路かのように走ったりとかしてるんだろうなとも思うし、私なんかとんでもないところに住んでんだなって改めて自分で喋ってて思いましたね。だから、まあ、クルド人ももちろんねやばいと思うの。クルド人もやばいんだけど、それ以前にもっとやばいものというか目を向けなければいけない人たちっているんじゃないかなって私は思いますけどね。そんな感じでこれが川口市の現状です。大人になってから出会う人たちと幼少期の頃の話とかをしてると、自分がいかにとんでもない環境で育っていたのかっていうのが最近分かってきて、でそれはね親友とも話すんですよ。なんかうちらの地域ってやばかったんだねみたいな。だからなんかもし今この回がすごい好評であれば、じゃあ昔のなんかとんでもないあったかい小屋の話とかもしね話せそうだったら話したいと思います。まあそんな感じでこの動画が参考になったよ、犯罪を未然に防げたよとかね、そういう人がいたらチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。はい、そんな感じでまあ次回の動画でお会いしましょう。それではバイバーイ。チャンネル登録よろしくね、お願いね。登録